で、なんかジュリがお風呂にお湯溜めてる音がブブブブって。かなと思ったら、どうやら暴走族の音だったみたい。でもなんか変なのは、暴走族にしては何ていうの？まあ音でわかるけど、うち音詳しいからよ。観察してるもん。どういう音が、どういう行為から出てるかってうちめっちゃ見てんねんで。じゃあ結局その、カーブの音せえへんの、最近の暴走族。直線の音しかせえへん。しかも、えらい長いことなってんだけど、すごいスピードで走ってる音よ。だけど、そんなにほど長くないね、直線、ここ。で、しかも、カーブの音全然せえへんから。普通暴走族ってカーブほどうるさいから、なんだかだ、速度落とさずに、直線に進入するから。だからカーブでのキッシュの音が最高級に美しいの。それを聞いて、あ、すごいなって。見ることもあるし、うわって。ひえって、オリンピックっていうか、どう言ったらいいかね。適切な表現じゃなかったね、今。教育委員会から怒られてるから、やめとくけど、今。オフレコにしてくださだから、そう、カーブ思い切って攻めてる音がせえへんから、おかしいなと思って。最近っていうか、最近、ここ数年？それはね、低速でね、走る暴走とかいたよ。でもそれ、凱旋行為よな。凱旋っていうのは、ナポレオン凱旋門の凱旋。凱旋行為として、要するに示威活動っていうのは、集団でね、もちろんいろんな車、中にジープとかもあって、自衛隊会を置いて笑ったこともあるけど、そんなのがバババーって動くから、めっちゃ遅いね、その時は。で、へーへーへーって、ブワーってなんかたなびいてるし、そんな見てるんやから、うち。その時はめっちゃ遅いもん、暴走族。で、音うるさいですけど、車はだからうるさくないの。車はやっぱりスピード出さんとうるさくないの。で、バイクはそうでもない。バイクはスピード出した方が静かに。そういう気も、気持ちは。間違えた。そういうふうに。な？だから変なね。っていうかね、うちのその、ジュリのすごい洗濯機めっちゃ好きやねんけど、ドラム洗濯機。その音が一番うるさいのうち。暴走族の音もね、それけ、暴走族の音が結構なんやけど、それでもジュリの大好きなの、洗濯機、ドラム洗濯機、うるさい。なんかうるさい洗濯機ばっか好きなんかなと思う、ジュリは。そっちの音の方がかなわないの、実はうち。それに勝たれへんねん、暴走族の音。うちのドラム洗濯機の音に。あ、ごめんなさい、自分で身内なんでして。まあ、そんな感じかな。あ、別にその、S、ここの S、S ちゃうわ。ここのカーブはね。カーブ曲がり方に、確かにバカって書いてはいいんだけど。ちゃんと、教養ある人はバカって見えるやろね。なんでと思う？土手やから。